ミュージカルダブルトラブル2022夏シーズン3。あ、ちょっとこれ使おう、これ使おうよ、もっくん、これ使おうよ、早すぎでしょ、ふざけ、夏ふざけるミュージカルでしょ、これ。あ、そうだ、ふざける、テンション高めに行くミュージカルですから。でも、あ、原田雄一です。あって、あ、太田元裕です。やってきましたよ、また、はい、またこんなに早くにさ、再演できると思ってなかったですよね。いや、本当ですよ、うん、まさか。正直どう？え、正直嬉しい。本当に？いや、本当、本当っすよ。よかった。これでまたさ、もっくんがさ、また原田とかっていう風に思ってないか、すごく心配した。いやいや、原田さんとじゃないとやんない。お、もうこんなラブラブの兄弟、また2022夏見られますよ。シーズン P、 よろしくお願いします。ぜひみんな見に来てください。来てください。あれがまたさ、大変だったけどさ、もう一回あれができると思うとさ、体力つけて頑張ろうと思うんですよ。そうですね。なんか楽しい思い出で終わってるから良かったですね。なんかあれ、大変なままでもう、もうやだもうやだって終わってたら、もう二度とやんないじゃないですか。でもやるってことは楽しかったってことですよ。そうそう、ってことなんですよ。だからさらに楽しくなるように、ちょっと、うん、僕らも楽しみながら、お客さんにも満面の笑みで帰っていただけるように頑張りたいなと思ってます。こういう時期ですから、はい、やっぱり楽しく盛り上がっていただけるような作品をお届けしたいなと思って、はい、非日常をね、劇場で感じていただいて、はい、劇場出た時に、ああ明日からまた仕事に勉強に頑張ろうと思っていただければ我々は幸いです。なので、はい、我々も舞台上で暴れまくりますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。まだ稽古始まってないんだけど、なんかどうも向こうのチームというか A と B ですか、うん、シーズン AB をね、シーズン AB なんか一生月を今日やるのか、そうみたいな、なんか情報を得たんですけど、今その時期なんですって。一生月をやるって言って、で LINE 来ましたよ。やばいっす、一幕やべえっすって来ました。あ、なるほど。そう、まだ一言です。頑張ってねって送った。自分でもこれから頑張らなきゃいけないんだけどさ、最初の衣装付きだって、うん、超大変でしたもん。大変だったよ。3人がかりで身ぐるみ剥がされるって経験したことないよ。だってないないない、いやーみたいな感じでうわーって着せられて、それで歌いやってるんだから。そうですよ。まあでもね、まあ、今一言ですけど、もうちょっとしたら多分稽古始まると思うんで、必死に食らいつきながらまた楽しくやっていけたらいいなと思っています。彼、ね、しかいないから支えて、はい、よろしくお願いします。ぜひ劇場にいらしてください。はい、バーイ。バーイ。